いや、担当っていう言葉が気になりすぎるだろ。よし、次の目的地。ん、てか今だいぶ、まただいぶ夜なんやけどさ、一回寝んで大丈夫かな。ま、とりあえず、あ、そっか、矢印出とるってことは大丈夫ってことよね。なんか前の時、真夜中の時はあの矢印が、なんか罰みたいな感じになっとったけん。ね。ん？へ、朝になったんだけど。あ、夜中でも関係ないってこと、今回のやつは。てか、すげえな。オールスか。あ、アイテム。フランスパンを手に入れた。なんかいいね。誰やったっけ？コロンブス。ネコロンブス。あの子がおったらさ、なんか延々と家に帰らんでも大丈夫じゃない？お、ハテナ。もうちょっと近くまで行ってからの方がいいんかな。どの辺？こっち？いや、遠ざかっている。こっち？いや、違うな。こっち。この辺。あ、マンホール動きよる、なんか。ほらほらほら。なんかおるよ。誰？なんかちっちゃい。散らかし家来を見つけた。散らかし家来。ゴミゴミ、パッ、ゴミゴミ、パッ、散らかし放題でござる。拙者を掃除しよったって、そうはいかないでござる。かわいいんやけどなんか、仲間になってくれるかな。イエーイのメリケンパーティー発動。チームバトル。なんかこういう場合って必ずチームバトルなんかな。片付けられてしまったでござる。無念。ドーナツを手に入れた。あ、目的地は警察署？ということですか？え、合っとるよね。これでしょ。え、これ？中？中じゃないよね。あれ？これ？これ？でも他にないような気が。ちょっと待って、私が受けたクエスト。これでしょ、今の。サウスボンドの警察署。あ、うん、合っとるね。じゃ、この人か。ヘイ、ボーイたち。この間の、ケイタ君がピザを届けてあげた警察の人でうぃすね。ボーイたち、暗くなる前に家に帰らねえと危ねえぞ。っていうか、朝になったから。何かあったのか？この街は今、エイリアン狙われてるのさ。エイリアン？詳しく聞かせてくれよ。へへ、ボーイたちには特別だぜ。何でも夜中に歩いていると、突然光り輝く丸い物体に吸い込まれ、気がつくと別の場所に立っていた。UFO じゃないそれ。って報告が多いんだ。UFO にさらわれたんじゃないかって話さ。よね。エイリアンによる誘拐事件なんて、どうやって解決すればいいんだか。UFO？ ボーイたち、興味があるなら被害者に話を聞いてみるか？そんなんいいん勝手に。いいの？聞いてみたい。オーケー。居場所を地図にマークしておくぜ。何か分かったら教えてくれよ。要は自分がそんなに操作したくないということか？脅威の侵略エイリアン発生、クエストメニューを確認しよう。誘拐事件の被害者に聞き込みをしよう。それは警察の仕事ではないのか？こっちの方が近いんかな。あ、ノースペシタ地区の方に行くんや。どの辺？あ、間違え、ちょっと待って。え、サーカス？いや、サーカスのとこやね。メリーゴーランド。ちょい待って。この辺から入っていける。この辺だ。このおばあさん？あ、このおばあさんや。あら、かわいらしい坊やたちね。私に何かご用かしら。エイリアンに誘拐されたって聞いて。あらあら、その話が聞きたいのね。そうなのよ、大変だったのよ。教会でお祈りしてたらね、いつの間にか警察署の裏にいたのよ。もうびっくりしちゃったわ。え、建物の中におってもそうなるん？何か怪しいものとか見なかった？お祈りしてたからね。何かに引っ張られた気もするけど、本当に気がついたら警察署の裏だったのよ。お祈り中って動きませんよね。まあそりゃね。っ
たがお祈り中に警察署の裏まで行くことはまずないだろ。じゃあやっぱり誰かに移動させられちゃったってことだよね。エイリアンってすげえな。脅威の侵略エイリアン、手がかり、教会から警察署に、はてなを、ん?教会から警察署に、をつかんだ、か。なるほど。なんかめっちゃ興味津々やけど、この人。ははん、ここらは風が気持ちよくて、散歩にはベリーナイスなスポットだぜ。ほら見なよ、こいつも尻尾振って、ベリーハッピーだって言ってるぜ。なぜそこは日本語に訳さないの?なんかルー語みたいになっとるやん。ね。んで、次の被害者の話を聞きに行こうか。あっちの方が近い。あ、お店や。ここか。じゃあ別にこっち先に行ったんで全然大丈夫やね。オッケーオッケー。あれ、行けない。ここか。このおじさんや。ヘイヘイ。なあなあおじさん、エイリアンに誘拐されたのってあんた?それなら私です。最近みんなに聞かれます。ユーたちも聞きたいんですか?聞かせて。実は、仕事が終わって市役所から出たら何かに吸い込まれたのです。そして気がついたら教会の中でした。まさにアンビリーバボーの体験です。こっちは教会の中なんや。寝ぼけてたんじゃないかって周りからは言われますが、絶対そんなことありません。市役所があるのはノースピスタ地区で、教会はイースト歌集地区ですし、さすがに寝ぼけてたって間違いませんよね。やっぱりエイリアンのせいか。面白くなってきたな。脅威の侵略エイリアン、手がかり、市役所から教会に?を掴んだ。前回は教会からやったんよね。教会が関係あるってことか?どっちにも共通しとるのは教会なんよね。ここはなんか全く違うところに入ってきてしまったような気が。どこだ?あ、こっから。何や、こう、第二駐車場みたいな感じかな。お、ここの、この人や。僕に何か用事かな?用かな?エイリアンにさらわれたって聞いたんですけど。ああ、その話か。もちろん本当だよ。夜中に買い物に行こうと思って警察署の裏を通ったんだけどさ、何か光ったと思ったら市役所の前にいたんだ。道を間違えたとかじゃなくって?さすがにそれはないよ。でもあの光が何だったのか今でもわからないんだよね。あの一瞬の間にエイリアンに何かされちゃったんじゃ。改造されたね。とかって考えるとドキドキするよね。このお兄さん楽しそうでうぃすね。そういうのが好きな人なんかな。脅威の侵略エイリアン、手がかり、警察署から市役所に?を掴んだ。ってことは、怪しいのは3カ所や。警察署、市役所、教会、この3カ所しか出て、この3カ所しか出てきてないよね。今までの話をまとめると、警察署の裏、市役所、教会の3カ所が怪しいってことだよな。その場所に何かあるのかな?よし、早速行って調べてみようぜ。だね。警察署はサウスモンド地区で、市役所はノースピスタ地区に。それから、教会はイーストカ州地区にあるでウィス。ってことで、教会が一番近い、すぐそこやね。さあ、向かおう。これすごいね、めっちゃなんか、ブレーキの跡とか。お、なんかおる。なんかあるかな。ブレーキの跡とかさ、めっちゃなんかリアルな感じで。お?縦札。また縦札や。謎の縦札を見つけた。さあ、何の妖怪だ?この妖怪、だーれだ。1、お花が甘いチョコ。1、チョコバナナを売ってくれる。1、じゃんけんに勝つと1本おまけ。え、わからねえ。誰だ?わからんけん、とりあえず、またわかったら来るよ。ああいうのも至るところにあるんかな。おーし、教会到着。これは中に入ればいいんかな。トーマスさんにお話聞く?教会に来ては見たものの、何もありませんね。エイリアンがいるかと思ったんだけどなぁ。これは?ケイタくん、ここ、妖怪の気配がしますよ。
本当？行きますよ。妖怪なら何か知ってるかもしれません。あたりを調べてみましょう。てか、その妖怪が犯人じゃないの？違うの？さあ、どこだ？キュッピーは妖怪じゃないんかな？え、どこにも、お！誰？なんかすごい触手しか見えんのやけど。妖怪を見つけた。誰？え、雲海鏡やん。え、ワープ？雲海鏡のワープ？どうも、こんにちは。あれ？雲海鏡？なんだこいつ。私は雲海鏡でございます。ジャポンから遊びに来ました。なあ、お前この辺で起きた事件について何か知らねえか？私は USA に来たばかりなのでわかりません。え、そうなんや。教会、なんかその3カ所に雲海鏡がおるわけじゃなくて。そうなんだ。お役に立てず申し訳ありません。オーケー。まあ、知らないなら仕方ねえな。他の場所も行ってみようぜ。なるほど。じゃあ次は、あれか。サウスモンド地区の警察署かな。ん？警察署で会っとるよね。え、警察署の裏ってさ、ご用田さんおるんじゃない？ねえ。警察署の裏に来てみたけど、特に何もないね。おかしいなぁ。絶対何かあると思ったんだけど。はっ、ケイタくん、ここ、妖怪の気配がしますよ。てか、ここでそんないろんなこと起きよったらさ、ご用田さん見てないんかな。ほんと？妖怪なら何か知ってるかもしれません。あたりを調べてみましょう。夜にはご用田さんおらんとかかな。どのあたりだ？家に帰りよんかな。てか、家とかあるんか。ホテルとかかな。あ、この辺。え、ここ？これだ。え、やっぱり雲海鏡なんやけど。妖怪を見つけた。やっぱりこいつら以外の何者でもないんじゃないの、原因。どうも、こんにちは。あれ、また?2匹も会うなんて珍しいですね。いやいや、雲海鏡の技を考えてよ、みんな。さあ、さあじゃない。なあ、最近ここで起きてる事件について何か知らねえか？怪しいやつとか、エイリアンとか。私はここの担当ですが、特にお見かけしていませんね。ここの担当ってなんだ？そっか。担当？とりあえず、最後の一箇所に行ってみましょうか。いや、担当っていう言葉が気になりすぎるだろ。だな。もしかしたら何か見つかるかもしれねえし。そうだね。いやいや、ケイタよ。多分何かが見つかるとしたら、三匹目の雲海鏡が見つかると思うんだ。もう一匹目からわかるじゃん。これできっと市役所の中に、三匹目の雲海鏡がおるんやろ。丸わかりですな。お、よし、入れた。ほらほらほら。話に出てた市役所の前ってこの辺だよな。でも、何もなさそうだね。あ、ケイタくん、ここ、妖怪の気配がしますよ。ほんと？妖怪なら何か知ってるかもしれません。あたりを調べてみましょう。もういいよ、そのやりとり。んで、なんか知らん人がめっちゃ見よるしさ。お、ほら、雲海鏡。もうほら、雲海鏡やって。妖怪を見つけた。ケイタももう分かったやろ。どうも、こんにちは。またこいつか。どうしたんですか？最近起きてる事件について何か知らないかな。気がついたら別の場所に飛ばされちゃうって事件なんだけど。仕事の準備で忙しいから知りませんね。誰も知らないとは困りましたね。いや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 。って、いやいやいや、怪しいでしょ。雲海鏡のこちらの仕事って何？聞く。どういうことだ？覚えてますよ。覚えてますとも。雲海鏡は古い鏡の妖怪で、鏡と鏡の中の空間をつなげられるそうで、
ウィス？まさか誘拐事件の犯人って。お、自覚もあるわけか。ごめんなさい。え、こいつが犯人なのか？ USA にも音大ネットワークを広げるために真夜中にこっそりワープのテストをしていたんです。だから事件の現場に必ず雲外卿がいたんですね。でも町の人たちがびっくりしてたよ。ごめんなさい、次からは気をつけます。ですがこれで誘拐事件の犯人は雲外卿だったと分かりましたね。よし、いつものあれやっときましょう。え、これで雲外卿が使えるようになったとかじゃなくて、しかも日本とは違って3カ所よ、3カ所。解決。ね、3カ所もってなったらだいぶ楽になると思うよ。お詫びと言ってはなんですが、これからは雲外ネットワークをお使いください。あ、ほらほらほら、どんな遠いところにでもひとっ飛びでございます。いいの？やった、雲外卿を使って USA でワープができるようになった。ペローン、私たち雲外卿はいろんな場所にワープさせられるんです。ワープをするためには各地に派遣された雲外卿に話しかけてください。私たちをたくさん見つけると行動範囲がどんどん広がりますよ。イエーイ、移動が便利になりますね。それに USA の雲外ネットワーク、初めての利用者ってことでウィス。まあ自主的にはね。これは誰かに自慢したくなっちゃうでウィス。けどこいつの仕業ってことは UFO は関係なかったのか。まあ面白いもん知れたからよしとするか。だね。ミステリー脅威の侵略エリアバッチリ解決。かっこいい声が。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。